舗装路で発揮される高級オフローダーの能力。オンロードでの初代ランドローバーレンジローバーの強みは、コマンドポジションにある。高い視点でカーブの全体像を把握しやすく、自信を持って滑らかに操れる。今回ご登場願った車は1990年式で、数年後に装備されたアンチロールバーが付いていない。それでも、 コーナリングは安定している。穏やかなペースで流せば高級オフローダーとしての能力を実感する。重厚感の中に2代目ジープチェロキーでは得られない快適性を発見できる。特に路面からの細かな入力の処理は引い出ている。XJ 型チェロキーの乗り心地も不快なわけではない。ステアリングホイールの操舵感は軽く、 よりクイック。手のひらへの感触も十分。高速道路では比較すると直進安定性で及ばないようではあるが、1992年にロングホイールベース版の LSE が登場したことで、クラシックレンジの高級オフローダーとしてのステータスはさらに向上した。高級サルーンを置き換える勢いの、 21世紀の今を見越した追加と言えるだろう。そもそも標準モデルの場合、リアシート側の空間は十分とは言えなかった。現代の基準で言えば、チェロキーも正直狭い。インテリアのしつらえは当時の乗用車に近いが、デザインはやや時代遅れ感がなかったわけではない。 チェロキーが英国へ上陸したのは1993年でも、モデル自体の発売は1984年。すでに9年が経過していた。クラシックレンジの発売は1970年にまで遡る。ディフェンダーとのつながりを感じる車内。チェロキーの内装にはプラスティックが溢れ、パネル類は直角テトで、 1980年代のアメ車的。ダッシュボードにはフェイクウッドがあしらわれているが、上面はソフト、加工され、ステアリングホイールには上級感が漂う。シートは当時オプション設定されていたレザー。英国で高級モデルとして売ろうと考えていた現れと言える。北米では、よりベーシックなインテリアが主力だった。 装備も充実している。リミテッドグレードのチェロキーにはエアコンとクルーズコントロールが標準。クラシックレンジの場合。これは最上級グレードの防具 SE 以外では高価なオプション扱いだった。チェロキーの登場がレンジローバーの高級志向をさらに強めた。1993年の時点で約2倍の価格差があった。 ランドローバーはジープと直接的に戦うことを考えなかった。クラシックレンジの装備が及ばなくても、不満を口にするマニアはいないだろう。それでもダッシュボードのデザインはまとまりが悪い。大きなフロントガラスと高いフロアの間に挟まり、厚みが薄く操作系を配置する余地が限られている。ステアリングホイールの裏側にも、 スイッチ類が並ぶ。ラベリングも不十分。ヒーターパネルは横に長く、配置を覚えるまでは扱いにくい。基本設計が古く、初代ディフェンダーとのつながりの強さを感じさせる。唯一無二のフィーリングへ浸れる。とはいえ、クラシックレンジへ乗るたびに、得も言われぬ独特なドライビング体験に筆者は惹かれてしまう。 エアコンは備わらないが、ヒーターは好調で冬場でもすぐに車内は暖かくなる。大きなサイドウィンドウを少し開く。巨大なガラスエリアに四方を覆われ、コンバーチブルに乗っているような感覚にも近い。グレートブリテン島を吹く風が車内に流れ込み、外界との距離がさらに縮まる。滑らかに回転する V8 エンジンが、 ドライバーの足元で脈動する。サスペンションが路面をしなやかに受け流し。コマンドポジションの姿勢で自信を持って運転できる。レンジローバーは古くても的を得たオフローダーだ。操縦性にはあえて触れたくなるような特徴がない。現実として気にするドライバーも少ないだろう。だが、唯一無二のフィーリングへ浸ることができる。 それでも、オンロードでの印象は、チェロキーの方がはるかに優れていることは否定できない事実だ。オフロードでの走破性では逆転するとしても、急いで家に帰りたいとき、当時のオフローダーとして、チェロキーは最高のモデルに数えることができた。ケータハムセブンを理想的なスポーツカーとしてガレージに収めていれば、 残りはチェロキーで満たすことも可能だっただろう。自動車の進化での重要な意味。特に英国人は、レンジローバーが世界を変えたオフローダーだと考えがち。だが実際は、XJ 型のチェロキーの方が、自動車の進化の過程で重要な意味を持っていたと思う。より革新的なモデルと言えた。モノコック構造のユニボディを採用し、 1990年代に訪れた SUV ブームの幕を開いた。それは現代にまで続いている。乗用車と四輪駆動車を見事に融合させていた。生産数を見ると、高級志向へシフトしたクラシックレンジが1台誕生するごとに、チェロキーは9台がラインオフしていた。影響力の差は明らかだろう。近年、 XJ 型ジープチェロキーは、クラシックカーとして再び注目を集め始めている。上級感と日常性、オンロード性能とオフロード性能を両立させた多能ぶりは、現代でも十分通用すると言える。もう少し早く英国へ上陸していれば、とも考えてしまう。他方、英国人としては、 初代ランドローバーレンジローバーへ強い共感を抱かずにはいられない。他を圧倒するオフロード性能を活かせる場所は限られ、過剰なほどかもしれないが、車としての、特別感や実用性を際立てていることも事実だ。ドライビング体験は他に例がない。筆者にとっては、より長時間味わいたいオフローダーだと言える。協力、 マイケル・デビット・カーズ社、キングスレイ・カーズ社。チェロキーとクラシックレンジ2台のスペック。ジープ・チェロキー4.0リミテッド、1984から2001年、英国仕様のスペック。英国価格、18,995ポンド、1993年時。2万ポンド、約320万円以下、現在。 販売台数2884172万台全長 4255mm 全幅 1725mm 全高 1626mm 最高速度時速 173km0 時速 97km 加速9.8秒燃費5.3 8.9km per LCO2 排出量、車両重量 1519kg。パワートレイン直列6気筒 3958cc 自然吸気 OHV。使用燃料、ガソリン最高出力 192PS4600rpm。最大トルク 31.0kgm。 3000rpm ギアボックス4速オートマティック